おはようございます。今日は9月の7日だったと思いますが、向こうに見えておりますのは別府湾、奥に四国らしきものが見えてます。多分あれ違う、四国じゃないな。別府湾はこう弓なりになってますんで、裏側の多分大分市方向、佐賀の関とかだと思いますが、どうでしょうか。今日はこれから福岡方面に帰り、福岡市までは行けません。北九州市より九州をいよいよ抜ける予定です。よろしくお願いします。改めまして、今日9月の7日、ここは JR 九州日本温泉の別府駅から少し来たところで、別府温泉の神奈川です。昨日ですね、私の知り合いの方に泊めていただきまして、それから今日の朝、別府周辺でただの温泉に入ったり、ダラダラするなど、休憩をしまして、お金は使わず、今の時刻はもうすでに13時25分となっております。これから5分後に出発する、小倉行きのバス、豊の国号じゃない、湯の国号、この間も乗りましたけどね、あれでまたもう一度小倉方面へ帰り、今日は九州を抜ける予定です。青春18切符を使おうと思ったのですが、青春18切符よりもね、やっぱバスのが安いんですよ。もうバスは便利、高速バスだと特急列車とそんなにスピードも変わらないし、金は普通列車よりも安い。バス最高。今回の旅ではバスの便利さを再認識しています。本当は大分県の瀬戸内海側、海側のところですね、中津とか宇佐というところで唐揚げを食べたりしようと思ったのですが、意外と駅周辺には物がないということです。もう車社会ですからね。だからもうそんなところを普通列車で北上するぐらいだったら、バスで一気に小倉まで飛ばして登ってしまった方が早いということでした。できましたね、北九州市小倉。今日もいい天気です。最初に九州に入った時は、九州の天気はもうダメだ、ずっと絶望的な雨ということでしたが、幸いなことに全般的幸運に恵まれて、好天に恵まれています。幸運にも恵まれてますけどね。この間もご紹介しましたけど、これが平和通りで、奥のあの壁、あそこはもう小倉駅じゃないですか。で、反対を向くと、もうあっちが旦過駅、目的地はあそこなんですけど、近すぎる。はい、来ました。ここが目的地。北九州の台所と呼ばれて久しい旦過市場です。まだこの時間でもグルメを楽しむことができますが、お金がかかります。それは何でもそうですが、実は今日はそのさっき別府で泊めていただいた方とずっと一緒に格安のバスに乗ってここまで来てますんで、割り勘でここの名物を半分ずつお金出して食べようと思います。外に出てきたんですけど、ここはね、何でも港からお魚を積んだ船がここまで乗りつけて、そしてこの旦過市場にすぐ水揚げをして市場で売るという流れで昔は発達したようでして、見るとこんな感じ。今もお魚を泳いでおります。ここにいる魚を取って出してたわけじゃないと思いますが、いるの分かりますよね。何の魚でしょう。結構でかくて動きも可愛いな。いいな、これ。こういういくらでも見てられるな、こういうの。この下まで水が入り込んでますよ。よく見るとサギがあんなところで休んでおります。どう見てもペンギン。どうも。でこの旦過市場の名物は大学丼という食べ物なんですが、この大学丼という何とも古そうな昭和をイメージした作りのこの店で、まずご飯を買います。200円。そしてこれを持って市場の中を練り歩くと、これに対応した商品など売ってますんで、これの上に乗っける具をまた割と安い値段で買って、これで乗っけて好きな丼にして食べるというやり方です。海鮮丼ではね、そういうのは青森、函館、釧路などで見ますけれど、ここでもあります。生の海産物限定というわけでもなく、焼き鳥とかね、豚足とか、そういうのもいろいろ売ってまして、それをこれに乗っけるかどうかは別として、さまざまな選択肢があります。邪魔してません、大丈夫。あ、大丈夫です。ありがとうございます。最初にいただいたのは餃子の唐揚げだそうです。130円。小倉はおでんとかこういう揚げ物、練り物系が随分多いようなイメージです。ありがとうございます。はい、お願いします。いや、僕もなんかこれ調べたときに、はい、明太子が乗ってる写真を見て、あ、綺麗だ、美味しそうだなと思ってきたんですよ。こんな100円で乗っけてもらえるんですね。はい、よかったです。いや、ありがとうございます。はい、いただきます。どうも。見ての通り100円でこんな出たんですけど、ちょっとおかしいんじゃないかな、大丈夫かな。このスープが美味しいですから、スープも入れておきますね。なるほど、ありがとうございます。あとは200円で弁当売ってるとかわけわかんないのもあったんですが、とりあえずこれで完成。ビビンバが165円、合計でご飯が200円と、上物っていうのかな、それが400円で600円です。
まあ、もっと安く食べるのもありますよ。まあ、この弁当多分もともと400円だけど売ってたやつだと思うんですけど、もう今夕方の4時で閉まる時間が近いので、これで200円、こっちの唐揚げは100円です。これ300円ですよ。まあ、これ600円ってのもね、まあ、十分に安いかなと思うんですけど、この明太子これ100円だしね、おかしいぐらいな値段なんですが、まあ、これもまたちょっと気が狂ってると。いいですね。ビチョはただです。あの全部買い揃えたらもう一回最初の大学堂のお店に来て、そんであと食べる。うん、もう食べてますけど、普通に美味しいわ。分厚いかまぼこみたいな感じ。板についたかまぼこが110円で売ってて、びっくりしましたよ。あれおかしいな。ここから見るのが一番立派ですね、小倉駅。今日は北九州市の観光をもう一度しっかりやります。前に来た時は台風の関係であまり海沿いとかちゃんと見ることができませんでした。すぐホテルに逃げ帰っちゃいましたが、今日はこのような好天です。なお九州を離れるのは明日に繰り越しとなりました。明日の朝一番で立つことにいたします、諸事情により。あの諸事情ってのは単純に下関よりも小倉の方があのネットカフェが安かったから、そういうことなんですけどね。お待たせいたしました。快速列車の花火です。今回九州では多く経験する突然の夕立、それも列車に乗ってる間に回避しました。到着したこの駅は北九州市戸畑区戸畑です。ホームの目の前に見える若戸大橋、この戸畑と反対側若松のシンボルになっています。この辺りは鉄道の駅としても重要なところ、昔活躍していた列車の看板などが掲げられています。北九州市は合併によって誕生した巨大な政令指定都市の走りといえます。1960年代だったと思いますが、この辺りの5つの工業都市、八幡市、戸畑市、小倉市、門司市、そして若松市、5つ合併をして生まれた、確か100万人人口がもうすでにいたんだと思いますが、その巨大な工業都市北九州市は史上初めて県庁所在地の町以外で初めての政令指定都市として指定されました。九州第二の町、これは感覚で言えばユナイテッドシティーズオブ北九州みたいな感じですね。あのそれぞれの、まあ、あの割と大規模の大きな、まあ、しかしそこまで巨大でもない市がたくさん集まって大きな一つの連合都市を作っている、そのような感覚がいいかと思います。であと向こうに利用関門という床屋があって思い出したんですけど、あの下関ですが、あそこもですね、北九州領、下関みたいな感じで、なんかもう北九州市の植民地みたいな感じで、あの一緒になって元気にやっているようです。この戸畑区から半島の向こう若松区に渡ります。若戸大橋というのが若松戸畑を、両方取って若戸なわけですが、それ以外に若戸渡船という渡し船があります。また工業都市ということで、この辺りは貨物列車の本数が多く、奥のプラットフォームとは一段下がったところに専用の貨物列車用線路があります。これもこの辺りが工業都市であることの表れです。一方ちょっと家に入ればこんな古い建物もあります。いやなかなかいい場所だなと思います。育養旅館、国鉄推薦旅館、いつの看板でしょうか。いや素晴らしい、こんなにかっこいいところだったとは。いつも鹿児島線の列車から見てはいましたけど、下に来るとなお壮観です。これ目の前にありますのが反対側若松まで直線距離でわずか500メートル、若戸都線、運賃はたったの100円です。こんな自動販売機、便数は15分に1度ほど、ものすごい速いわけではありませんが、距離も短いのでこれで十分なんでしょう。この北九州港、まあ、本来であれば若松港、門司港、八幡港、それから小倉港など、まあ、数多くの港をまた北九州市と同じように一つの港としてまとめて呼んでいるわけですが、ここは八幡製鉄所以来日本の産業の発展と躍進を見守り続けている日本を代表する力のある港です。いや乗るだけでも楽しい、この乗る体験は100円でできますからね。あちらは確か戦前に建てられたという日水ビル、いやこれまた立派だ。お、くるっと向きを変えましたよ。あちらの山の上からはこの辺り八幡、戸畑、そして小倉周辺の夜景を眺めることができる
展望台スポットがあります。ここにですね、サラなんとか山とか言ってケーブルカーがあるんですが、ただそれに乗るには結構なお金がかかります。往復で1600円だったかな。高いのでこの若松の山の上から夜景を眺めることにしました。港から歩いて30分。そこらの港とは歴史と威厳が違います。この建物も詳細は知りませんけどすごく立派。レンガ積みの蔵には三菱のマークです。これ戸端からちょっと歩いて船に乗って100円で移動してきただけですからね。こんなにいいところだったとは。今度ここは古川工業ビル。さっき訪れたあのなんとか旅館ってなりました。あの旅館もね、調べたら100年以上前に建てられた古いものだそうです。これが何なのかは知りませんけど、あ、石炭会館って書いてあるわ。昔石炭産業が盛んだった時の名残ですね。これは若松税務署。税務署があるということは税金の源たる所得がここで生まれていると、思われまして、それだけやはり商業の盛んだったところ、もしくは今も盛んなところです。ここが筑豊本線若松駅。ここはまた後で来ます。あの空が綺麗なのはいいんですけど、夜景を見に行くための道中がめちゃくちゃ厳しいんですが、徒歩全部合わせて3キロぐらいかな。帰りは駅から帰りますけどね。はいはい、着きました。一番上まで頑張って登ってきましたけど、すごいやっぱり一番上まで登ってよかった。ここが高遠山公園というところ、若松市の高台にあり北九州工業地帯を一望できる場所です。お金も登ってくるまで特にかかっていません。戸端駅に着いてからまだ私たちは100円しか使っていないのです。これほど広範囲にわたって工場関連の景色しか見えない場所というのは日本にもそうはありません。いや、ここにしかないかもしれません。あの辺りが北九州市小倉区、多分そうだと思うんですが、夜のこの時間でも24時間操業で煙を上げています。奥に見えるあの橋は関門橋で、あれを渡った裏にあるのが山口県の下関市。あの高い塔は下関の駅前にある海峡夢タワー下関市のランドマークです。それがもうこの地からも見渡すことができます。渡ってきた若戸大橋はついさっき赤くライトアップがなされました。夜の完全に遅い時間になると多分暗くなるのかなと思いますが、この時間あたりから非常にここは美しくなります。この若戸大橋のこの下を路線で渡ってまいりまして、このあたりを先ほどは歩き、出発地点はここ戸端駅の脇にあるイオンでした。この旅でも長く九州に留まりました。正直思ったよりも長く九州に留まりましたが、それも今日が最後。日本中あちこち散々回っていて、またいつでも来たい時に九州に来ることができる私でも、九州を去るにあたって少々の名残惜しさを覚えます。景色のご案内を続けますと、この裏側には新日鉄住金って今言わないんでしたっけ、八幡製鉄所があります。これは今でも昔と同じ場所にそのまま残っています。昔の建物は大部分がもう新しく更新されましたけれど、事務所など世界文化遺産に登録をされ、見事に保存されています。鉄道輸送に使うレール、その他鉄鋼など数多く生産しています。この裏側にはかつて八幡製鉄所の敷地を使った福岡県を代表するテーマパークスペースワールドがありましたが、現在は営業終了。また景色のご案内、小倉がどこにあるかも分かりました。あそこの辺りが小倉北区、これですね、この辺のですね、多分左側どっかあったな、新幹線のホームがカーブをしていますので分かるんですが、この画面の真ん中にあるのがおそらく小倉駅新幹線ホーム。あ、見ると新幹線が止まっているのも分かりますね。ここでいろいろ苦心もしまして、この映像はザラザラですが綺麗な写真も撮りました。この辺りの景色ですが、この運河といいますか掘り込みの、これも海ですけどね、その手前側のここの陸地は全て北九州市若松区、そして橋を渡ったこの辺りが北九州市戸畑区、奥ここは北九州市小倉北区、そしてさらに奥ずっと奥まで目を伸ばしますと、この関門橋のこちら側は北九州市門司区、こちらは山口県下関市、さらに目を右に向けてここが北九州市八幡区周辺、
さらに右の方に、オリオクなどがあります。真下今ちょうどのオリオ方面に抜けていく筑豊本線の電車がちらりと映っているところです。やばいやばい、今ねこの帰りのトイレ寄って帰ろうと思ったんですよ。でなんかこう天井が高いから何気なく上向いたら、あの足高雲っていう大きな雲いるじゃないですか。あれがいたんじゃないですよ、ただいたんじゃないですよ、 4匹もいたんですよ。信じられるか、うわーと。私あれ見たことあってもう慣れてるんで、別にあれがいるぐらいじゃどうとも思わないですよ、人畜無害だからね。だけど4匹、と思って手も洗わないで出てきました。これはね、手を洗わないで出てきたらね仕方ないことだと思いますけどね。時間をかけて山を降りてきました。今ここにあるのが筑豊本線の若松駅。この列車に乗っても小倉へまっすぐ向かうことはできません。しかしこれはご紹介する価値のあるものです。駅の前の広場を見ると、というかこのように駅の前にはだらっ広い広場があります。ここにはもともと筑豊本線の線路が大量に敷いてありました。まあ、大体鉄道の駅、特に終点でこのような広い土地が空いていると、もともとはそこに何かがあったけれども、昔元気だった時代がもう終わってしまい、そしてもう使わなくなった悠久の土地が残る、まあ、大体そういうパターンが多いのです。今は駅員さんがいません。若松駅、昔の写真が飾ってあります。特にこれだな、昭和40年代の若松駅構内って書いてありますが、若戸大橋自体はこのような大きな橋として日本最初期レベルに古いものなので昔からここにあったんですけど、昔の本当に元気だった時代の若松駅の構内、これ何をやっていたかと言いますと、この改札通過しなければギリギリ見えるな。駅の中にもねこれ保存されてるんですけど、分かりますか、荷物を積む貨車があるんですけど、ちょっとねこれ入れないんで、この筑豊本線という路線はこの若松を起点に、これはぐーっとこう博多の南側を伸びているところで、特にこの飯塚、能形、この辺りでは大量の炭が取れる筑豊炭田がありました。でこの辺りたくさんの線路が巡らされているのも、でここで石炭がたくさん取れて、でそれを輸送する必要があったからです。でそしてその取れた石炭はこの辺り八幡製鉄所で使われたのみならず、この若松からも積み出されていたはず でそれをやっていたのがこの若松駅だったというわけです。さっきの橋のたもとの方にも貨物列車の線路が特別に伸びていたようでした。だから現在もその当時の若松駅操車場跡地なんて書いてありますけれど、広大な敷地がただそのままに残されています。昔はこのまま、私もさっきここからこう降りてきたんですけれど、線路はこちらの方に伸びて、そこから船に乗せ替えて日本の各地へ運ばれていたようでした。日本の石炭産業は外国からの安い輸入の石炭によってほぼ完全に壊滅させられました。そして筑豊炭田はすべて閉山となり、筑豊本線も石炭輸送のその使命は完全に終え、若松駅もまた石炭の積み出し駅、積み出しの港としての地位を失いました。昔の姿はそこにはありませんが、しかしさっき上から眺めたように北九州工業地帯は引き続き元気です。日本で初めて鉄が作られた場所であり、また現在でも多数の高品質な工業製品がここから輸出されているはずです。石炭は外国の安い輸入のものにとって代わられてしまいましたが、一方でここで作られた高品質な工業製品は外国の製品を輸出によってどんどん駆逐してもいるはずです。まあ、だからまあお互いにどっこいどっこいと言いますか、実際の状況がどうなのか私は知りませんけれど、この北九州、特に今ご覧いただいた若松、門司、小倉、八幡、戸畑、そのあたりが別に衰退したとか、まあ、そういったことは特に考える必要はないでしょう。さて帰りはバスで帰ります。行きは船でした。帰りもまだこの時間船はありますが、バスで若戸大橋を渡ることもできるのです。さあ早速渡ります。さっきの写真を見ていただいても分かったと思いますが、昭和30年代に架けられたこの橋、結構古いんですね。瀬戸大橋とかその辺の橋はもう目じゃないぐらいの歴史があります。全長はおよそ2キロ、自動車専用の橋であることは見て明らかです。こちら側の岸が若松区、あちら側は戸畑区、そして今目の前に赤くライトアップをされた吊り橋の橋脚が見えます。吊り橋ですんで、まあ、こういうのが2回私たちの脇を通るわけです。結構立派な眺めだ。あそこに戸畑駅も見えます。後ろを見てみよう。おお、すごい。
この橋ができる前、若松市と戸畑市の間、いちいち船で移動していたか、もしくはこの複雑な形の半島を全部ぐるっと迂回していたというわけで、それをしなくて済むようになったこの橋は夢の橋、戸畑市民、若松市民それぞれの夢が叶った橋として言われているようです。バスで270円、まあ表示したから分かりますね。戸畑に帰ってきました。今日は小倉でもう休みます。明日の朝出発が早いですから。じゃあ今日もここまでですが、ちょっと心配ですね。今日は土曜ですからね。土曜だと結構人気の部屋はなくなっているという場合もあります。まあどうでしょうか。次のシーンを見てみてください。ありがとうございました。いや結果はねこれでしたね。あの鍵付き防音個室しか入ってませんでした。まあ本当は、まあ実を言うとね、動画の編集の関係で鍵付き防音個室もちょっと使わないといけないかなと思ったんですが、あのリクライニング全部満席で、リクライニングがないと、あ違う、あのフルフラットが全部満席。フルフラット席は8時間で1210円とかで使えるんですよ。だけどこのね、鍵付き防音個室ってのはまあ快適ですよ。快適なんですけど、まあ、その代わり値段も上がるわけじゃないですか。で8時間でなく、8時間って設定がなくて、まず9時間でね、多分1900円とかな、ちょっと高いんですよね。まあその分快適ではありますけど、しかも8時間っていう料金の設定がなくて、6時間のうち9時間なんですよ。だからまあ、今10時17分なんですけど、今から6時間ぐらいだと4時17分で、明日の出発は6時半の予定なんだけど、6時半だとなんかちょっとこう、微妙なんですよね。で、そう、本当は7時半、7時過ぎぐらいまでいられるのに、なんかこう1時間もったいないって気もするんですけど、まあしょうがないですね。今日はちょっと宿泊費がかさみそうですけど、まあそんな感じです。シャワーはここタダなんだけど、タダなんだけども、この満席の具合では混んでんだろうな。まあここキンキンに冷えててね、もう汗もどっか消えたんで、もう入んなくてもいいかな。もういいな。あ、青春18切符価格がとうとうだって。なんだこれ。あ、なんだとうとう。あー、なるほどね。11,300円からとうとう大台で12,000円台になる。まあ増税の話か。それどうでもいいや。じゃあまた次回、ありがとうございました。